ギターが弾きたいという夢を簡単に叶えるよ。今からギタドラの遊び方をレクチャーするね。これさえ覚えれば誰でもミュージシャンだよ。ギターストラックはちゃんとかかっているかな。まずはネックボタンを押さえる練習だよ。まずは R ボタンを押さえてみよう。その調子。次は G ボタン。その調子。次は B ボタン。その調子。次は Y ボタン。その調子。最後は P ボタン。指を上手にスライドしよう。その調子。いいね、その調子。次はピッキングの練習だよ。ノーツが流れてきたら同じ色のボタンを押さえながら判定ラインに合わせてピッキングしよう。じゃあ実際にやってみよう。失敗すると言っちゃうよ。ゲージが残った状態で最後まで演奏できればステージクリア。それじゃ次はいよいよ演奏してみよう。好きな曲を選んでね。コナミ